見て見て見て、うまそう。どうもリュウジのお兄さん、リュウジです。今回はですね、なんとコラボ動画でございます。こちらでございます。アジパンダちゃん、でも今回ゴールドアジパンダちゃん限定で待ってるみたいな、めちゃめちゃ可愛くないですか。今回はですね、味の素とのコラボでございます。今回はですね、皆さんが待ち望んでたんじゃないでしょうか。安くてタンパク質豊富で美味しい、こんな材料は何でしょうか。鶏胸肉ですね、皆さん。今回はですね、鶏胸肉を使ってですね、私が一番得意とするところですね、鶏胸肉を使った無限鶏胸肉、食卓に無限に置いてもらいたいっていうぐらい美味しい、そんなレシピなんですけども、味の素を使ってですね、めちゃめちゃ美味しい鶏胸肉料理、しかもこの季節にすごく嬉しい、なんと火を使わないレンジレシピでございます。今回はこれをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はね、超簡単。まず鶏胸肉、大体1枚で 350g ぐらいのものです。なんかね、胸肉って結構物によって大きさ違ったりするんですけど、まあ400だったらちょっとこう加熱時間を多くしてもらったりするといいので、まあ今回は 350g のものですね。で、常温に戻してます。で、あと長野ネギでございます。まあ今回ね、ちょっと彩りもあるんで青いところ用意しました。これ別にあのね、あの根っこの部分の白い方でも全然平気ですので、2分の1本 60g ぐらい用意してください。そして今回はね、金の味パンダちゃん、そしてごま油ですね。この味の素とごま油、非常に相性がいいです、これ。なのでですね、今回はこの相性の2つをフュージョンさせて、最高に美味しい、無限に食べられるような鶏胸肉、これを作っていきたいと思います。はい、ということでですね、味の素を使うっていうところでね、非常に大切になってくるのがですね、この特性を理解することですね。味の素の何が一番重要かっていうと、他の調味料にはないところっていうと、他の調味料はお出汁の香りがするんですよ。カツオの香りとか鶏の香りとかなんですけども、味の素はほとんどね、匂いがしないんですね。素材の風味を生かすってことなんですね。なので私もこれから素材の風味を生かしたドリンクを飲みながらですね、もう素材の風味を生かすっていうのがどんだけ大切かっていうのを身をもって私は証明した。素材を入れていきます。炭酸水も全く風味を阻害しないというね、身をもって体験していきます。くー、素材の風味が生きてる。じゃあやっていきます。お野菜なんですけども、できるだけ細かい方がいいです。みじん切り、お野菜っつってもこのネギなんですけどね、ネギが非常に大事でございます。こんな感じでみじん切りです。はい、こんな感じですね。はい、そしたら、こんな感じでね、できました。はい、で今度はね、この鶏胸肉なんですけども、この、お肉、このままレンジ調理するんですけども、このままだとね、ちょっと中まで火通りにくいんですね。なので、ここでこうフォークでね、穴開けていきます、鶏肉に。これをすることによって味も染みやすくなりますし、火も通りやすくなるし、一石二鳥なんです、これね。肉はね、伸び縮みしますので。で、裏もこんな感じで、はい、こんな感じですね。はい、そしてお塩でございます。お塩を小さじ、半分ですね、これぐらいですね。これをこすりつけていく、皮目もしっかりすりつけます。で、ダイエットとかね、ちょっとこうカロリーが気になるなっていう方は皮剥いじゃっていただいても構いません。で、こいつをこのね、耐熱容器、ここに入れていきます。なければ普通にお皿とかでもいいんですけども、ね、ラップして600W、3分50秒、4分ちょいぐらいでもいいかもしれないです。これはね、お肉とかお使いの、レンジによってちょっと違うので、もう調整してみてください。で、心配な方はちょっともうちょい長めにやってみる、これか最低限の、で、こいつをレンジ入れて3分50秒。で、3分50秒かけてる間に、最高。はい、ではですね、今ピッピ鳴りました。3分50秒。で、このままだとまだね、中赤いです。そのために何をするかっていうと、このままこのレンジの庫内、まだ中あったかいですから、この中で5分放置します。これが非常に重要でございます。はい、このまま5分、素材の風味を確かめながら待っていきます。
ちましたので、ちょっと開けてみたいと思います。こんな感じになってますね。で、これをちょっとこう気をつけながら開けていきます。はい、こんな感じでございます。で、見てください、こんなにさ、水が出るんですよ、これ蒸し汁が。はい、鶏肉はこのまな板の上に乗せます。熱いうちにですよ、この長ネギ入れます。で、味の素じゃない、ごま油で、ここにお塩一つま、黒胡椒ね、がっつり入った方が美味しいです。思ってる3杯入れてください。はい、で、ここに味の素でございます。はい、1,2,3,4振りいきましょう、ね、味の素4振りでございます。はい、ここら辺は好みなんでね、薄味が好きな方はお塩入れたり入れなかったりしてください。で、ここで好みなんですけども、おネギちょっと辛いなっていう方いらっしゃると思うんですよ。なんでちょっとネギ辛いなって思った方はこのままラップしないでいいですから、電子レンジほんと30秒ぐらいです。30秒やってください。そうするとネギちょっと火が入ってとろっとしますんで、このお肉切っていきますね。このお肉ですね、スライスしていきます。ほら、見て、めっちゃ、これ切ってると分かるんですよ、めちゃめちゃしっとりするんですよ、切り口、これでございます。どうですか。で、ネギ状態こちらでございます。じゃあ盛り付けです、並べていきたいと思います。もうね、もう鶏肉はもう非常に激しっとりしております。これね、いいですね、いいですよ、このしっとりした鶏肉ちゃんに先ほどのネギダレ、これ相当うまいから、これ味の素とうまみと鶏のうまみの相乗効果ですよ。これはお肉とね、非常に相性がいいですからね、味の素はね、うまそう。じゃあ最後にね、このブラックペッパーをダメ押しでかけていきます。はい、無限鶏もやしは大丈夫。それじゃあ、たたきあったたたまさ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 ま。あー、じゃあいただきたいと思います。おおお、やばい、これはうまい、最高だね。僕ね、ネギをね、トロトロにするタレっていうのは結構やってるんですけども、少しだけ火を通したこのネギのシャキシャキ感残ってるタレっていうのはあんまりやってなかったんですけども、うーまい、これはガチです。タレにうまみがガッツリ入ってます。これはうまい、くわ。そしてここで味変、このレモン、これをぴょっと、垂らしてですね、これも最高だと思います。オーマンガー、これはいきますか、スタートチャンス、いただきます、あずい、いただきます、いっす、うまっ、どうすか、最高っすね、最高でしょ、うん、タレやばいですね、しかもレンジ調理じゃない、うん、うん、なんとカツヤにもできる。まあできますね。できるでしょ、絶対できる、見てたけどできます、絶対できるじゃん、はい、あんまりやっぱ料理やんない人でも、これだったらやっぱりできますね。ご苦労様でした。ということで、こちらの無限鶏むね肉、これね、皆さんが思ってる3倍はうまいと思います。ぜひこれは皆さんに食べていただきたいので、ぜひお試しください。酒が進むということで、酒最高ですね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ご苦労様でした。今日のコメント良かった、良かったです。